どうもゴージャスです。ゲスト前回に引き続きこいつら。おつやかなんだこのテンションが上がりませんよ。雑すぎだろ。いいですか、こいつらってないだろ。ゴージャス動画ですからね。ゴージャスじゃないじゃないですかって。質素でしょこれ。俺らもさ格好がもう普通の普通のおじさんのこれね。聞いてないもんこういうのやる。お金持ってないおじさんの格好でしょこれ。ダメですよ。俺も別に普通だけど、うん、これ恥ずかしくない。恥ずかしいよね。意味が分かんない。なんでこれ何このモンハンだって。モンハンのねコラボのねやつだけど、おじさんが着るやつじゃないよそれ。そんなない感じ。安いなこれ。はい、ということで前回はねあのガクちゃんのアプリを紹介して、はい、モザイクのね、ものすごい反響があったんですけどね。ありがとうございます。なんでわかるの。わかんねえから1分前に。わかるんだよ。いいそういうのって毎日配信してるから。あ、そうか、毎日配信してる。昨日の話みたいになるわけだ。へぇ、ね、今回は、うん、こっちの汚い方のおじさん、ね、どうも汚い方のおじさんです。汚れちゃうのかアプリあるんですか。あるあるある。ダメですよ、本当にエロいアプリは本当に元気ですからね。最近教えてくれてるのすごいいいアプリ。あ、本当に、うん、いや、ダメですよ。はい、来ましたということで、はい、おこれ後ろトランスフォーマーですね。あ、そう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 、バンブルビー。トランスフォーマーネタもやってますからね。はい、ということでおすすめしていただくのは、うんとね、タロット占い。タロット占いってパズドラ以外ゲーム入れてないの。ゲーム入れてなくて、うん、唯一アプリ遊べるとしたらあのコンパスもあるんだけど。いやコンパスって遊びじゃねえわ。こっちの方向は北かなとかって。いやいいや、それ何にも盛り上がんねえわ。タロット占いってなんかそのやってる人がね、なんかすごい霊感とか持ってる人じゃないと意味がないわけでしょ。そうじゃないの。タロットアプリ、あのキックさんに聞いたんだけど、うん、タロットって人がやるとなんか変な邪念が入るんだけど、うんうん、これって人じゃなくて機械の方がより正確に出るんだって。未来がちゃんとキックやってる。キックって誰だよってまたなっちゃうからね。でもキックさんが言ってたもん。いやキックとか言ってる。キックさんが言ってた。あ、松本ハウスのキックさん。え、違う、そっちじゃない。あのサイキックのキックさん。サイキックは誰だよ。もうみんな調べる。ホリプロの。ホリプロの写真出しませんからね。許可取れたくないんでね。ただムエタイ芸人だと思う。ムエタイ芸人、うん、ね、昔ね、そうそうそう、昔エンタ出てた人ね、うん、はい、ということで、それやるの？やるやる。あのゴーさんの未来を占ってみようよ。本当に？うん。僕でもこの間台湾行った時に、うん、今年来年再来年って運気がずば抜けていいって言われた。あ、本当に？うん、あ、じゃあだからそれでこの番組も始まってるし。おいね、これすげえ当たるから多分、うん、運気がいいって出ると思う普通に。本当に？うん。はい、これ自分でその売れるみたいな、芸人として、はい、売れるみたいなことを、はい、どうなるかっていうことを思いながらこれをこうやって振ってほしいんですよまず。振る、うん、これシェイク、シェイク、ちょっとシェイクしてください。おお、でちょっと持ってな、ね、はい、で いいなって思ったら邪念入れちゃダメ。エロいこととかさ、好きな女の子とかそういうの、うん、はい、もういいよ。自分でいいなって思ったら。まだ思わない、ね、縦にこんなに振る人いねえわ。いやこれ、うん、なんか自分でいいなって思った感じでもう振ったら止める。いやこれただ振るゲームってなってんじゃん。いやいやな終わりがねえじゃねえか。カードが揺れても時間切れで終わっちゃうよこれ、うん、でいいなって思ったらそこで止めてネクストっていうボタンを押してください。なんか面白い形にならない。全然いいなって思わないこの人。おっ、あ、いい、面白い感じ、はい、これでネクスト。どこが面白い形だ、はい、うん、いいよネクスト。いい、まだやんのまだやんのあ、馬の形になった、ね、あ、いいね、なってね。あ、じゃあネクスト、ネクスト押してくださいネクスト、はい。ああもう終わっちゃう。分かるんです、ストレス、ストレスが。これでいこう、これでいこう、うん、はい、ネクスト、ネクスト、はい、で、はい、ここでカードが3つに分かれるんで、どういう風な位置でこうやって重ねて置いていくかっていう順番を指でちょんちょんちょんって重ねたい順番、順番上ってこと、うん、この3つをカードを重ねていくんで、うん、これもうインスピレーションでいいんですよ。なんかこんな感じで。どれでしょう、最後どれでしょう。いやこれしかねえだろ。上でこれで占いが出ます。これがゴージャスの、過去と現在と未来とかで、これでオープン押すんです。すげえ、見たいものを見ていけるんですけど、ほう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 、例えば、じゃあ現在見ますか。現在、 今の状況、はい、今の状況、タワー、はい、ザ・タワー。何かが終わっていても受け入れれば革命を起こせる時。革命、
なんかレボリューション、レボリューション、今はそういう状態英訳しなくてだからゴージャスの時代は終わってるんですけど、いやいやいや終わってねえわ新しい魔界のプロゴルファーの時代がやってくるのかな。お笑いブームが終わっていても、うん、それを受け入れれば、うん、革命を起こせた。そう、お笑いテレビのブームがもうね終わって、もうこっちの、ね、ネットの世界に来た。そう、ね、来た。で、はい、今度は見たいもの何でもいいんですけど、未来とか過去、過去見ましょう。過去当たってるかどうか見ましょう。はい、うん、逆のデビル。はい、はい、逆位置。人と正面から向き合うことで自己中心的な悪循環から抜け出すとき。僕はね、いや向き合って、嫉妬と向き合って。いろいろね、売れてる加納英子とか昔見てイライラしてたけど、もうそれ受け入れた、うん、今はもう超嫉妬してたもんね。受け入れた。レッドカーペットブーム終わってから嫉妬してたから、うん、昔はね本当に後輩な感じだったのに、うん、なんか売れてからなんか俺が敬語使ってたから、うん、ちょっと違うなとじゃ あの未来を見てみましょう。未来ましょうか、ね、はい、未来、はい、さあ未来、逆位置のザ・フール、はい、逆位置、はい、一つずつの問題と順番に向き合う時間をかけるとき、一つずつの問題を順番に、うん、これはこっちあんま関係ないでしょ。一つずつの問題だから今までやってきたいろんな問題があるんだ。あー、わかった。あのすっぽん大学とかだ、そういう問題をここで型をつけるの、これスパッと切ろうって切れってことでしょ。切れとも書いてない、向き合いなさいって書いてある。向き合いなさい、だから今後とも長いこと付き合っていきなさいってことだろう、ね、向き合って判断して切れってことでしょ。そもそもちょっと待って問題イコールすっぽん大学にしないでもらえたいね。ああそうかそうか、じゃあ問題向き合っていきましょうか。ラスト確信見てください。確信真ん中、はい、じゃん、はい、怖いやつの逆位置、はい、死神、はい、去っていったチャンスが戻ってきてそれをつかめる時、来た。これが確信なんですよ。ほら、なるほど。そう、ほら、だって今年来年再来年ズバ抜けていいと思って。お、じゃあ今年つかむ今年つかむでしょ。あ、でも一回去っていったものだから戻ってきてるだけだからね。ただ合ってるよね、去っていってるもんね、チャンスね、一回。そう、あのお笑いのね、こう売れてるこう、ね、崖がここにあったら 手を届きそうだったからね。スパッと落ちて今度この登ってくからね、この頂点ね。あ、じゃあ間違ってないってことですね。間違ってないの、これ、ね、これ、あ、本当に合ってる。本当だよ、すごいいいね、うん、他も見ていい、環境とかない、うん、環境、いろいろ見たくないですよ、環境、いろいろ。また逆位置、逆ばっかだね。ラバーズ、優柔不断な心が生まれそれを間違った選択、それが間違った選択を引き起こす時、うん、優柔不断な心環境はね、優柔不断な、あ、そうだね、女性関係、女性関係も悪くないですよ。嫁しか俺見てない。これから来るかな、これから。ほら、いや、優柔不断な、だからここの関係をこういうもやもやにしておかないで今日呼んじゃったっていう、断ち切るってね、これ大概悪い時俺ら使うでしょ、ね、優柔不断で呼んじゃったんだ。まあいいですよ、いいですよ、上が言うんだったらみたいな。じゃあ俺らが呼ばれてるの知らなかったえ、呼ばれてんの、ね、ってんだから、その方法、その方法を見よう。方法ね、方法、売れる方法ですよ、ね、今後の。さあ、お、スターの正位置ですよ、これ。明るい予感に恵まれそれを成功へと変えていけるとき。おお、これすごいいいじゃん、すごい、ね、ほらほら、ズバ抜けていいから、ほら、じゃあ確信も方法もすげえいいこと書いてあって、うん、未来もすごいいいから、うん、合ってるよ。お、無意識、ここ大切な無意識逆位置、もうただただ自分で個人的に楽しんじゃってんじゃねえかな、ね、信念や希望など何かを諦めなければならないとき、うん、無意識、うん、無意識に諦めるってこと？無意識は信念や希望など何かを諦めなければならない。諦めなければならない、うん、だから本当にすっぽん大学売れてほしいなっていう気持ちを諦めなければ諦めないでほしい。そこ諦めなければ、悪いとこ全部後ろに押し付けられちゃった、ね、なのか。おお、うん、全部見た、これで、うん、見ました。わ、じゃあ確信と方法、これ今年、うん、ゴージャス売れます。やった、売れました、ありがとうございます。今年ゴージャスとスッポン大学売れます、売れます、売れます。ちなみにスッポンはどうだったの、これ。いや、やりたくないよ見たくない、見たくない。いけ、スッポン、あ、もう閉めてください、閉めてください、やらせてくれ。お時間が、読むんだ、読んで自然な流れ組まないんだお時間が来てしまったみたいでねということで、結構意外と盛り上がるアプリですもんね。そうだね、これはね、やってみたい。タロット、私もちょっとダウンロードしたいと思いますのでね、よかったら皆さんもダウンロードしてみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、もう
会うことはないと思いますけどもまた次回お会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。次回ね。また次回ねー。これでまたオンができたね。これオン、オンがまたできたね。ゲームマーケットがお送りするゲームアプリ攻略動画チャンネル、ゴージャス動画。たくさんのゲームアプリを紹介していくよ。今すぐチャンネル登録してね。それ、ここ。